こんにちは、中西学園校長の中村英一です。この番組は世界に飛び出したいけれどもちょっと勇気が出ない、そんなあなたの質問やお悩みに答えていこう、そんな番組です。今日の質問はこちら。カンボジアでは何を飲んでますか？宮城県ぶりっこ暮らしさん16歳。あのさ、すみっこ暮らしってあったよ。あの今小学生に大人気のね、すみっこ暮らしはわかるの。あと俺の好きな漫画で、お笑いの漫画でべしゃり暮らしってあんのよ。最近ドラマのやつなんでね。ぶりっこ暮らしはどっちからかけてんのかって、もうそこ気になっちゃう。気になる。これ、ね、女の子で、まあ昔好きだったキャラクターでのすみっこからのぶりっこだったら、まあまあ可愛いわ。べしゃり暮らしからだったら結構、まあ男の子かなと思ったりするんだけど、ぶりっこ暮らしね。しかもこれぶりっこが、実はあの魚のぶりだった日にはもっと面白いっていうね。何がいてんねんって話なんだけども、まあ、本題に行きましょうか。あのカンボジアでは何を飲んでますか？私は、はい、水、まあ、水も飲みます。水は飲むね、どこでもね。ミネラルウォーター買って飲んだりするよね、うん、他にはあとね、レッドブル飲みましたね。カンボジアのレッドブル、あの有名な翼を授けない。授からなかったですね。最初飲んだ時思ったけど、そう、レッドブル日本で飲むとやっぱ炭酸結構シュワシュワってきて、エナジードリンクならではのわーなんか元気だ出るわって感じすると思うんだけど、カンボジアのレッドブルね、あのまず値段が安い、50円60円で買える、うん、そして飲んでみる。俺は大好きだよ、断っとくけど俺は大好きなんだけど、炭酸抜けてるの、うん、そんなプシュー来ない、そしてめっちゃ甘い。そういう意味のエナジーなんだなって感じだね。だから日本だとほらいろんないいもの入ってる的なエナジードリンクの、そういうエナジーエネルギーを感じるんだけど、カンボジアはまあ確かに暑いから糖分取っとけよ、このエネルギーだ、ね、そう。だから俺はコーラで済ましたけど、最近カンボジアに行った時の糖分はレッドブルで取ってるね。もうこれはそういう意味で翼は授からないけども美味しいよっていう、ね、他に何飲みます？アクエリアス、アクエリアス飲むね。これ何がびっくりするかっていうと、炭酸が入ってます。炭酸入ってます。アクエリアスってほらポカリもそうだけど、ちなみにポカリもあるんだよね。ポカリは炭酸は入ってないなんでかわかんないけど、カンボジアのアクエリアスって炭酸入ってるの。あのこれやっぱね、俺いろいろ調べたんだけど、ヨーロッパの人たちってさ、ミネラルウォーターも、ウォーター、ただのウォーター飲むけど、ガス入りの炭酸水を飲む人多いんだよ。日本でも最近流行ってきたじゃん、炭酸水。味なしの炭酸水を飲むっていうね。でもこれ多分、この発想から誰かが、おい、ちょっとアクエリも炭酸入れとけよって、したのかなと。ね、でも味はどうだった？美味しかった。美味しいんだよね。だから、多分日本でもさ、ほら、俺は好きじゃないけど、強炭酸とか好きな人いっぱいいるじゃん、うん、だって自宅に水にわざわざ炭酸水作れる機械買ってる人もいるから、うん、だからアクエリでも美味しかったよね。美味しかったってことはだよ、うん、俺思ったんだけど、日本のアクエリアスもあれほら炭酸メーカーみたいなやつで、うん、炭酸アクエリにして売ったら結構売れんじゃねって思うの。でもそれ俺売っちゃダメだよね。ダメ、アクエリだからね。そうだよ、コカ・コーラもちょっと考えて、うん、日本で炭酸アクエリ言ったら多分売れると思うんだよね、うん、うまいもんね。美味しかった、ね、でもカンボジアだとそれ飲めるから、うんうん、今のところ日本で飲んだ記憶ないんで、まあぜひ飲みたかったらカンボジアに行きましょう。カンボジアにぜひ、ね、もうそんな高くないと普通にあの1ドル未満で買えるんでね、ぜひ飲んでみたらいいと思います、はい、他は何飲む？他何ですかね、緑茶とか飲みました？俺飲まない、飲んでない。俺水だけだね。水か、そっか。そうね。何？え、緑茶売ってた？なんか東南アジアの緑茶は甘いって聞いて、うん、ああ、じゃあ日本のグリーンジーじゃなくて、うん、そのカンボジアの緑茶ね。そうね。あのコンビニがあるんですよ。てかあのガソリンスタンドのとこに。そこ行くと大体いろんな飲み物あって、そう、緑茶も確かにある。ただね、俺もう怖くて手出せない。どんな味がね。昔、いや今も飲むけど、ココゾっていう名前の、まあ、ジュースがあったよ。でこれはもう見るからに、なん例えばね、ココゾいちご味、まあ、いちごの果肉入りのみたいなで入ってないんだけど、まあ、いちごの味のただのジュースがココゾメロン味もメロン入ってないけどメロンの味するし、ココゾ美味しいよ。あの名前に騙されちゃダメ系ね。ココゾ美味しいかといって俺ね、やられたのがね、あれメロンジュース売ってんの。レストランの中でもメロンって書いてあるんだよ。ほら、想像するでしょ。俺もその想像よ、うん、同じよ。もう通じ合ってるじゃん俺たち。あのメロンだと思いきや、メロンがあのね、ウィンターメロンという
冬瓜なんですよ、うん、でそんなの知らねえよって話なの。あのメロンの味を想像して飲んだら、なんとそのお味がですね、飲んだよね、飲んだキャラメルポップコーン味するんですよ、うん、わーってかキャラメルポップコーン味ってなんだよって思うでしょ、お前もう飲まなきゃわかんない。だから俺毎回みんなに飲ませんの、キャラメルポップコーンの味だよね。めっちゃ甘かった、うん、ポップコーン、キャラメルポップコーンをもしジュースにしたらこんな感じですよという味がメロンジュースです。ウォーターメロン、じゃあごめんそれスイカだ、あのウィンターメロ ン、 そう、冬瓜のジュースはそんな味なんですよ。これもそこでしか味わえないんで、まあ、何回見てる僕も絶対飲まないですけどあのね、メロンジュースだよと言われた時に、コーラだよって言われてコーヒー飲んだ時と同じ、うん、ありえない感覚がもうね、俺はトラウマのようになってしまったんで、まあ、メロンジュース、まあ、みんなの、ね、反応を見て楽しむぐらいでねあれですけど、まあ、そんなのがあったり、ね、結構飲み物面白いですよ、あの日本で飲めないいっぱいあるんで。ただ、まあ、僕のじゃあ何飲むか言っていいですか。はい、ズバリアンコールビール飲みます。アンコールビールは1ドルで飲めるんで、もうしょっちゅうそれだけ飲んで、特に僕みたいに食事ダメな人は飲んでごまかせという感じで、あ、俺飲んでるからいいよ、美味しいよねこれね、ノリで酔ったふりしてね、食べないですっていうところで、しょっちゅう飲んでます。この前そら行った時に村で、俺気がついたらさ、一人だけ上脱いでて、なんか目の前にアンコールビールの缶がね、10本まだから十何本飲んでたね、うん、やべえな俺って思いました。途中からなんか 何言ってんのかよく分かんなくなってきて、で後から写真見たら、俺当然みんな男たちはみんな同じように脱いでイエーイってやってるのかと思ったら、なんか写真見て俺だけなの、一人だけ、俺なんか俺痛いやつじゃんって思って、そんなこともありますが、まあまあでも楽しいですよ、カンボジアという国はそんな僕をね受け入れてくれるんでね。まあだから僕は何度も行っちゃいますよって言って、でも良かったでしょ、楽しかったです、ね、もう飲み物だけで、ビールで、いやいや、ちなみに、カンボジア語の乾杯はチョルモーイと言います。チョルモーイって言います。英語ではよくチアーズって言うけど、カンボジアではねチョルモーイって言うので、これ覚えておくだけで友達できますよ。カンボジアの友達はチョルモーイって言ったら、あれお前知ってんじゃん、そうだよっていうぐらいで、もうそんなことから仲良くなれる国です。ぜひ、ブリッコグライスさん、名前はまあオーケロで言った方がいいと思います。ぜひぜひ、ブリッコグラスさん一緒にチョルモイしに行きませんか。ということで今回のお悩みはこれにて一件落着。またね。この番組ではみんなからの質問、相談、お悩みどんどん受け付けています。世界のこと、勉強のこと、恋愛のこと、何でも聞いちゃってください。宛先はこちら。君が誰かと深くつながり合ってくため、不意にこぼれる熱く優しい涙が